はい、はい、この、日韓米春の連れ上祭りとなります、はい、韓国ではですね、日本を舞台に彼氏が喧嘩になってしまうというですね、日本編というのがあったんですけど、これややこしいんですけど、韓国で日本編があって、日本では日本編、韓国編、アメリカ編をやるという、はい、どういう韓国編はどうかというと、韓国を舞台に彼氏が反日になってしまうという韓国編、そしてアメリカ編はアメリカを舞台に彼氏がトランプ支持者になってしまうというですね、これ3つやるというですね、3つやるんですね、そうなんです、3編同時上演、同時上演ではない、あ、同時には上演してないです、ね、で同時やってたら聞き取れないですからね、そうですね、これをあの5月17日から29日まで2週間はい、はい、やります、3組、日本組、韓国組、アメリカ組、しのぎを削っております、しかしそこで、はい、見てください、ここ、はい、僕だけね、いけたらまで全部出る、全部出るんですよ微妙にセリフが違うだけで全部違ったらね、覚えやすいんですけどね、全部違うわけじゃないんですよね、これがまた大変でね、だってもうあの彼はあの彼氏の先輩のネトウヨって役なんですけど、ソウスケ、チャンホ、トーマスっていうんですけどね、間違えますからね、間違えます、英語の時にソウスケってすぐ言っちゃう、敵が違うんですね、また日本編は韓国が敵で、韓国編は日本が敵で、アメリカはちょっとまあ有色人種が敵で、もう分かんないですそういうところも楽しんでいただければと思います、まあ、そういうふうに同じテキストを、はい、まあ、同じ脚本を舞台が変わって置き換えたりするとどうなるかっていうのを楽しんでいただきたいってやつなんで、全部3つとも見てほしいなって、ぜひ見てください、はい、これは全然違いますから本当に面白いですよ、はい、アトリエ実験でございます、アトリエ実験3つに、そしてさらに君の名はっていう作品も土曜日には同時上演をするという、ああそうですね、はい、あの猿高貴なお方と入れ替わる、女子高生が入れ替わるっていう話ですよね、なかなかいい話なんですよ、これまた本物より多分いい話見に来ていただければなと思ってます、はい、2週間ロングランです、はい、ぜひ、よろしくお願いいたします、お願いします。